で来ました。もう少しです。でこっちも着々とここにお尻にどんどん新しいファイルが追加されていっています。で CPU は頑張って回ってみます。46度。マザーボードはアズロック私最近好きですね。で AMD も好きだったんだけどね、最近やっぱり温度が低めなんでインテルはいいよしてますけども、通ったら終わった。はい、できました。これが大桑村の森林基本図で、もともと Google Earth はこのデム標高データ持ってるんで、こんな風に、まあ、長官表示、ができるということです。で、これ、便利なのが、これですね、ここ、レイヤーにフォーカス当たってて、ここ、透過度調整っていうのがありますから、左から2番目のアイコンね、これをクリックするとスライダーが出て、これを左に引っ張ると、透明度がこう変えられますね。こんな感じで。だないとき、あるとき。まあ、半透明とか。そうすると、この森林基本図ができたところにからある林道と、この辺なんか、新しい林道ですよね。この森林基本図載ってないけども、これ、まあ、明らかに、おそらく林道だと思いますけどね、この辺ね。どんどん新しく道ができたと。まあ森林基本図はおそらく昭和40年代に作ったものだと思うんですが、今との違いがよくわかると。まあ一途でもないしという感じで、できました。でこれグーグルアース一遍やめます。でここに最後にこのフォルダの最後に、この大桑村 8bitge っていうのファイルルート KML っていうのができますから、これが親玉ですから、これをダブルクリックすると Google Earth Pro がインストールされているパソコンだったら勝手に Google Earth の起動して、まあ、地球のままで止まるんですが、これ このレイヤーダブルクリックですね、マウスの左クリックするとビューンと行って大桑村の森林基本図ですということで表示されるということで、まあ、めでたしめでたし。というのが、結合した大桑村の森林基本図を EPSG4326 に変換して、8ビットのまま変換して、GOTIF で保存して、Google Earth につまんで引っ張って、スーパーオーバーレイにするという手順でした。終わります。